ですね、ゲストの方がいらっしゃってます。大阪のワンステップさんというですね、制作スペースさんをお借りしてですね、大阪を中心に活躍されているファーストエイジさんというサークルさんの皆さんに集まってもらいました。プロでお仕事をされている人たちのどういう風になったのとか、あとはどんな仕事をしてるのっていう話を聞いていきたいと思います。まだ紹介されてない作品がいるので、この2体じゃーん、煽ると超かっこいい、腰のくびれがやばいですね。じゃーん、じゃーん、まあ紙面で見てるかな、いっぱいいるんで、これですね。じゃーん、これはもうなんかテーマがあってこういう風に改造するとか決まってた。これはね、珍しく、はい、持ち込み企画なんですよ。持ち込み超珍しいですね。そういうパターンあるんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。これをやりたいと、こっちのガンダムを趣味で作ってて、はい、これも SNS 上げてたんですよ、はい、で、こんなんありますけど、はい、って言ったら、もうちょっとやっぱ発表してるやつは具合悪いんでっていうことになって、じゃあ、作り起こしでガンキャノンもやるんで、あのセットでっていうこと でこうなるんですね。はー、そういうパターンもあるんですか。なんかね、あの通してくれたんですよ、へー、これは。だからもうノリノリでやってます。もともとジムなんですね。ジム懐かしのその時の改造みたいなやつですね。みんなやってましたね、ジム。みんなやってましたね。波動がいいけど素体だったからってことですよね、ジムジムちゃん。へー、そんなパターンもあるんですって、素敵。あ、じゃあ趣味の仕事だったんですね、これは。そうですね。そうですよね。趣味をまああので、作ったものを、はい、掲載してもらったっていうお仕事にしていただいたって感じですね。後ろほとんど見てへんから、後ろこいつとか。じゃあ、めっちゃかっこいい。めったにないですけどね、持ち込みなんて。前あれもあったじゃん、うん、なんでしたっけ、リゼルの。ああ、リゼルもそうですね、持ち込み、うん、ちょいちょいありますよ、うん、へー、まあ、あの多分ガンプララブっていうコーナーは、はい、何でもありなので、じゃあここにライターさんたちの夢が詰まってるかもしれない。そう、向こうがあの、あ、面白いと思ったら割と採用してくれる可能性は他の企画より高いかもしれない、うん。まあ、ライターさんとしてはね、長い歴だったりとか信頼があるからまた乗ってくれるんですよね、これね。そうですね。だからみんなが応募してもそれはないですよ、多分。だから、そりゃそうですよね。これが出てしまったんで、はい、この一冊に、はい、僕一冊聞きですけど、この一冊に僕3本乗ってるんですよ、はい。あ、これと別の作例で2つ。あ、2つもあるんですか、しかも。だから全部で3つ。あ、めっちゃここ、うん、すごいですね。これ3集ですね、これ。そうですね。記念号みたいな。すごい。あ、じゃあ楽しい作品なんですね。ありがとうございます。その後ろにもいるんですよ、まだまだ。こう、すごいとこから撮ってます。じゃーん。映ってますか？映ってる。バッチリ。はい。このザクさん。あ、これ僕のですよ。はい。ザク。旧ザクちゃうわ。ザクスナイパーですね。はい。これはね、これはホビージャパンの作例なんです。この子も作例なんです、ね、うん、これも、こいつも両方とも作例ちゃんだ、作例ちゃんですわ。へぇー、はい、あ、じゃあこれは企画じゃないから普通にオーダーがあって作ってるかもしれない。そうですね、これはね、うん、オリジンの旧ザクを使って、はい、HGC のザクスナイパーと合体させて、ザクスナイパー、オリジン版のザクスナイパー、オリジン版のあのモードが多いやつとかで作ってくれるってことですね。そう、ほいで、ほうほうほう、このスナイパーライフが、はい、ゲームで出てくるんですね、ザクスナイパー、はい、撃つときはちゃんとスナイパー、はい、じゃあライフル構えるんですけども、動き出したらライフルがいなくなるらしいです、うん、急に。で、それはおかしい。ライフルゲームの中でね、ゲーム内の設定が急に消える、ちゃんとこのライフルをどっかこうかけるようにしてくれと。あ、なるほどなるほど、言われて、じゃあゲームの設定を、うん、こう間に入れるつもりですね。そうそうそう、これね、それで、なるほど、そういう、うん、ここにこうラックを作ってここですね。あ、本当や。あ、かっこいい。そう、これでここにパコンと、あ、出たかな。これ平気でどうやったかなって言うでしょ。はい。これね、一生懸命作ったの、どうやって作ったかね。思い出した、思い出した。こっちが、こう取れるんですよ。今これ外しちゃいましたけど、はい、パコッとこう。あ、なるほど、上からスライドだったんですね。そうそう、ちょっと。ここね。そうですね。こんな感じで。
もうね、忘れるわけないと思うじゃないですか。はい、こんだけで風やってるとめちゃめちゃ忘れるんですよ。あ、じゃあ後からこれどうなってるんですか。紙面見てくださいみたいな。そうそう、どうやったかないのが多いっす、多いっす。だ紙面には一番その時のね状況で書かれてるんでね、うん、なるほど。こんな感じですね、これは。ゲームの辻褄を合わせるテーマだったね、また。こういうオーダーでしたね、これは。え、じゃあこちらバトローグに出てきたやつですね。これは普通のキットレビューですか。そこはまあ普通のキットレビュー、第1弾、出てすぐですね。あ、出てすぐのキットレビューだと改造とかじゃなくって綺麗に作る方がテーマになるんですか。普通に綺麗に作ってくださいへだけやった。特にオーダーもなく綺麗に作るってどこまでのラインで作るんですか。こう合わせ目消していいのかとかないです、いろいろ。あ、合わせ目は基本消しますね。いい、うんうん、あの設定画とかももらえるんで、はい、設定画に一番近い形で、うん、見て、うん、この線はいらんなと思うところは消したりしますし、まあまあちょっと、うん、そうですね、そんな感じでね。あとは彫り直したりするとかね、うんうん、プロポーション直すとかよりはそれを綺麗に仕上げるっていうのが、うん、まあ、ちょっと気になる点は若干ね、小改造とかちょびっとだけ改造しますね。ちょっと首伸ばしたりとかね、そういうのいろいろしますけど、うんうんうん、基本あんまりめちゃめちゃは味がない。まずキットレビューの場合はバンダイさんのパッケージの写真塗装しましたって書いてあるの合わせ目も消してありますし、あの状態をまず目指して、そっからこのキット買って作る人をここ一箇所だけでもやったらすごい良くなるよっていうポイントを見つけて、バンダイさんのキットにプラスアルファをまあしてもらえれば、ちょっと首短くて顎引きづらいんで首だけ伸ばしたらどうですかとか、そういう模型師的なアプローチを一つか二つ入れてあげたら、まあ読者の方もこのキット買った時に真似できるっていう風にやってます。そういう意味で作例。ああ、なるほどなるほど。そうですよね、箱と全く同じものを作っても箱でいいじゃんってなっちゃいますもんね。確かに確かに。でプロポーションをいじり出すと、うんうんうん、作り手の主観がすごい入ってしまうので、はい、そう絵だとなんか作品になってしまうので、作例と作品の違いは、作品っていうのはもうその人の思いが全部詰まって、はい、最終的に発表されてるんですけど、はい、作例っていうのはあくまでも、はい、参考例であって、はい、まあ、作った人が、あのこの同じキットを手にした人がなんかもうちょっと良くなるような、はい、参考になるようなっていう部分を盛り込んで、まあ、ハウトゥーなので、キットの良さを生かしていくスタイルが作例。ああ、そう言っていいかもしれない。で、本人の好き勝手にっていうかですけど、自分の好みにかっこよく維持していくのが作品。そうですね、うん、じゃあやっぱ思い通りに真面目真面目か。いやいやいや、プロですから。やっぱいろんな思いがあって19年代、20年代、3年代作られてるんで、はい、はい、ですよね。だからね、うん、あの趣味で作るときに、ああ思いバーッとこう全部出ちゃうんですよ。今までの改造しきってない分をね、うずうずしながら食べて、ね、やりたいことをどんどんやっちゃうもんね、うん、あ、でも展示会とかも一番楽しいですよね。マステージさんで並べますみたいな、うん、ホビー車とかよく並べられるじゃないですか。その時は思い切って作るってこと。そうですね。ああ。まあでもさっきでも言われたように、はい、本当にこうハウトゥー的な側面が、はい、僕もやっぱりこうファーステージに入る前とかはホビージャパン買って、はい、キットを買ったらそのキットの作例を見て、うんうんうん、でまああの後はめとはどういうんかなとか、はい、そういう感じで見てたので、そういう風にあの作ってくれるのはものすごい優しいというか、うん、だやっぱりこの作品みたいな作例、うんうん、超絶作例は見たらこうげなりしちゃうんで、それは手が届かないぐらいで間違えちゃう。そうそうそう、うん、そのあたりはあの敷居を下げてるっていうのはちょっと言葉違うかもしれないけど、優しいよね、そういうふうに。まあね、一冊あってたくさん作例が載ってる中で、はい、そういう超絶作品がいくつかあって中で、うんね、うん、やっぱり初心者向けのハウトゥーに近いものがやっぱりいくつかないと、作品集ではないので、ああしみるって思って、皆さんぜひ真似してもらえたらと思います。でもね、まあ、あの真似して作ったんですって言われたらもう、あ、それ一番もう涙出るよね。みんな絶対作ったら持ってくんやね。ホビーショーとかに立ってるで、みんなこの顔ですよ、立ってるのは。ファン
ースクイーンさんの宅に行ったらみんなこう会えますよ、みんなみんな会えますよ、会えますよ、やった作ってくれてる、ありがとうありがとう、そうですそうです、ありがとうございます。はい、ということで作品も見ていただいたんですけれども、なんかモデラーを目指す人とかこれからも楽しく作りたいなって思ってる人たちにアドバイスだったり、こういうことをするとより楽しめるよっていうのがあったら教えてください。じゃあダサからこう順番に、はい、まあそうですね、真面目な話になるけど、真面目でもいいです、おふざけでもいいです。あっ、まあ、ちょっと待って、また真面目な話、ちょっと待って、意外と出てこへんね。そうですか、私あでもさっきのトールさんの適当で途中でやめればいいんや、安らんでいいやみたいなのが結構好きです、まあ、それももちろん、うん、なんであのこれ教授から聞いたんやけれど、はい、もう模型はどっからでも戻れるよって聞いて、すごい楽になったんですよ。どっからでも戻るってことですか、まあ、例えばこの完成形まで行って、はい、行ったけどどっか気に入らんとなったら、はい、安って、まあ、確かにもう一回塗るところやり直す、デカール貼って墨入れまでしても、うん、まだ戻れる、もう安ったら大体戻れますよね。そうそうそう、まあ、確かにどっからでも戻る、心配がないみたいな、そう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 、あ、そうですね、でここまで行ったからもうほんだら次の機会にとか言う人がおんねんけど、いやそれやり直したらいいやん、確かに、もう聞いてめちゃくちゃ楽になった。確かに1から作るより1個だけ戻る方が楽ですもんね、そのパーツだけね、確かに確かに、うん、だから全部やり直すんじゃないから、気に入らんところがあったら確かにそこはもうまた塗装も全部ガソを落としてしまって、そのパーツだけ一からやり直したらいいから、うん、だから失敗したと思って、うんうん、ここは失敗してんねんけどと思いながらさ、うん、完成品と出すんやったらもう戻って、まあ面倒くさいけど、うんうん、そこはもう今日中に聞いて、すごいいい言葉、すごい楽になった、うん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 、普段喋らないけどいい言葉いっぱい持ってます。ずるいなおい。え、じゃあ他に楽しみ方ありますか、これが楽だよとか聞いてること。最近の若い子はっていうとちょっとじじくさいんですけど、あの最初から失敗を怖がってて、あ、わかります、それ手を出さないという人が、そうなんかこれね、あの私が言うのもあれかもしれないですけど、よくこういうこと実験してほしいんですっていうのを私今投げられるんですよね。で、新しい塗料とかって誰も触ってないから、確かに私の方が詳しいかもしれないけれど、触った方がその人の意見でこう新しいの生まれるじゃないですか、こことここ混ぜてみるとか、私にない発想とかでいいことを多分生み出せるので、なんか最初から絶対何でも工具使ってうまいわけないじゃないですか。で、それを最初から 100% でやろうとしてる人確かに多くって、なんか情報調べたら出るからっていうのもあるんですけど、なんかもったいないなと思って、最初からうまい人なんていないんですか。いないですよね、絶対。そうそうなんですよ、みんな筋彫り100本掘ってんじゃん。そうみたいな。最初の頃にガーさんに言われたな、うん、マスターグレード10体分なら誰でもうまなるって言って、あ、確かに確かに、はい、ひとまずひとまず組んで何回かやったらどんどん良くなるってことですよね。確かに、さっきの話と、はい、全然矛盾するけど、はい、もう失敗してても、うん、とりあえず完成させてしまうっていうのも僕手やと思うんですよ。わかります、わかります、うんうん、もうここうまいこといけへんかったわって思って、うんでも、うんうん、もうそれはもう克服するのは次でいいやっていう気持ちもある、うん、次でいいかしたらいい、うん、確かに次に行けなくなりますもんね、完成しないと。だからその特にその工作とかで止まってる人が、うんうん、そんなの何個もある人って塗装がうまくならないんですよ。ずっとサフみたいな、ずっとこうグレーズ一発みたいな、あれあれこうこうこういうのあっちも答えてますよね。どっちでもいいのよ、どっちが正解じゃないから。そうそうそう、こうした人はこっちにしたらいいし、うん、ガーさん言うみたいに次行きたい人は次行ったらいい、うん、ただ手を止めるのが一番もったいないよってことですよね、多分、うん、両方ともそうじゃないですか、作り続けるっていう感じで、まあ、もうこれはこのなんか失敗したとこはもう目つぶって新しいの新鮮な気持ちでリフレッシュしてやればもっといいもんができるっていうタイプの人もおると思うんで、ちょっと今あの SNS ですごい作品がバンバン上がるじゃん、はい、それを見てもうやめとこうっていう人結構見るんやけど、いいやんと思って、いい、別に誰とも比べてないよ。そう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 、上手い人でもいますよね、あの人がこれ作ったからもう僕は作らないんですけど、うん、おるおる、自分の好きなの作ったらええはず。そうそうそう、別に全く同じの作ったって言われるじゃないですか、そうそうそう、あの嬉しいですよね、作られたら、うんうん、真似してほしいと思ってる人いっぱいいるんで、うん、あの勝ち負けじゃないからね、ない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 、うん、確かに、うん、そこらほんま作って完成させたらその人の満足感っていうのはすごいあるから、やっぱ自分で作ったっていうのね、うん、いいですよね、お礼のって言える感じとか、それからまた話広がってアドバイスもらったらまた上手くなれたりとかで、失敗することによって次はここちょっと薄め方変えようとか絶対いいことがありますもんね。
ということで手は動かしましょう皆さん。どんどんその熱量を持ってあの展示会とかに遊びに行ってほしい。展示会ってどうやって見るのが楽しいです？展示会ね、はい、やっぱりあの皆さんこうおとなしい人多いんやけれど、どんどんやっぱりこう大体こう宅の内側に立てるいるんで、大体この顔が立てる。気になった作品はどんどんうちの宅だけじゃん。そう、大体この顔みんなこの髪がやったらどうしますか。おみしょみんなこういやいや通るさ一人でごめんなさい。どんどんやっぱりこう聞いてくれたら嬉しいんで、うん、この作品なんか気になったことちょっとでもいいんで、まあ、発色がいいとかデカールの段差がないとか、うん、もう本当何でもいいんで聞いてくれたらもう本当にそれは答え、うん、言ってくれたら嬉しいんで、それはもうどんどんやった方があの展示会自体、うん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 、楽しくなるし、うん、ちょっと勇気いるかもしれないけどこうどんどんこうちょっと喋りかけるとみんな同じ趣味なんで、うん、友達になりますね。もうすぐ本当、うん、本当に喋りかけてもらった人には本当に丁寧に、うん、絶対上からなんか言わないし、言わない、うん、だって嬉しいもんそもそも。で、うんうんうん、あの結構上手い人に限って、うん、本当に丁寧に教えてくれるんで、これはねこれをこうしてこうこうこう乗ったんだよ、うん、みたいな。そうで、うんうん、喋りたそうにしてる人いっぱいいますね。いっぱいおるんやけど、あの人多分僕の見てくれてるとか、そうでもこっちから俺の作品気になるとは言われへんから、そうそうそう、そう確かに、うん、でもやっぱり一言言ってくれたらね、うん、ほんでそれきっかけで友達で SNS でつながって、うん、ほんで飲み会で一緒になってとか、うん、本当に広がるんで、うんうん、ちょっと頑張って言ってくれたら本当こう趣味の世界が広がるんで、もうそれがあるから僕もいつまでたってもこの趣味がやめれない。友達が増えてくると楽しいですね。そう、全国にねやっぱりこう増えてくるから、どこ静岡とか行くと一発全国ですね。あ、もうそうそうそう、だからもう僕はどっちかからも展示会よりもその後の飲み会がメインなんで、うん、そっちに重きを置いてるんで。それは趣味じゃないですか完全に。そうそうそう、それ兄貴の趣味。展示会と打ち上げに参加するための切符として作品がある。あ、そうですね、話のネタですよね、うんうん、これ持ってってあれよかったよみたいな会話をね食べながらすると。そうなんです。確かに確かに。でまあ本当にさっきも言ったようにこうライターではなくプロ経験がないので、はい、本当にこう自由度っていうのは、うん、あの皆さんに比べたらやっぱりちょっとあるので、だからこうちょっとこう振り切った作品とか、うん、あまり、そうですね、あんまりプロ金こんなにガッツリやる方少ないんで。あ、そうですね、そうですね、うん、まあ本当にこうティノちゃんと同じようにいろんな塗装を、はい、試してみたいっていうのもあるし、うん、まあだからポジション的にはすごいこう楽しいところかな、うん、こう近くにライターさん、確かに超絶ライターさんあいるし、でこう、うん、ライターさん介してこう有名な方とも、うん、もう友達になれるし、うん、でこう趣味として好きな作品を何の制限もなく作れるっていう立場は、うん、いいポジですね。なかなかいいポジ。美味しいですね。そう、そうなんです。あ、松尾さんなんか楽しいことないですか？楽しいことというかね、まあ、今も話出たんですけど、はい、こうしやなあかんとかいろんなこと、うんうんうん、あのハウトゥーが溢れ返ってるんですよ。溢れてます。ただあの好きなように作ったらいいと思うんですよ僕は。あのそれがね、こうしやなあかんとかね、ああしやなあかんとか悩む人多いでしょ。多いです。うん、で好きなように作ったらいいのになと思って、うん、だからこうアドバイスをもらってそれをどうするかはもう自分の判断なんでね、僕らもいろいろアドバイスもらえて結局それするせえへんは自分の判断なんで、うん、もうそんなんはもうね、あの人がこうやってるからこうしやなとか、うん、もう原始でもうこう書いてるからこうしないとあかんと思う人が多いんですけど、うんうんうん、そんなこと全然ない。やりたいなと思ったらやったらいいし、やりたくなかったらやらなかったらいいだけの話なんで、うん、一つの提案ですね。うん、なんかもっとこうね、要ガンプラは自由だとか言いますけど、もっとほんまに本当の自由ですよね。自由に好きなように作ったらいいと思うんで、言って作風で並べるのを好きな人もいますから、うん、それが悪いわけじゃない。そうそうそう、それが好きなんで、うん、いやもうそんなそれこそ好きなように作ってね、せっかくね楽しい趣味なんで、うん、してくれたらいいかなと思いますけどね。ありがとうございます。真面目な話をしていこう。いや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 、そんなこと。真面目。いやいやいや、真面目。真面目。真面目。いや普段はこんなんじゃないですよ。いやいやいや、普段から真面目ってことを知ってましょう。家で映ってますよ今。そう、あとね、そう、はい、さっきあの教授が失敗の話をしてましたけど、はい、もう失敗なんてね、もう鬼のようにやってるんですよ僕らもう。あ、そうそう。何つ失敗したんでしょう。あ、表出てないだけ。はい。うん。なんでね、もうほんま失敗はね、じゃあ本当はこの中にもう失敗はあるんですか、うん、やってた時に
もうそうありますよ、あります、あります。でも松尾寺はライターの割には結構その失敗を出す、うん、割と割ともうガンガン出していくタイプ。でもそれが有名になって松尾汁っていう言葉があるぐらい失敗することを松尾汁って、特にエナメルでこう割れて、こう墨で割れるとか、ね、何だ何だ、なんとかクラック、ソルベントクラック、ソルベントクラック、ソルベントクラック、いや、そう、そういう言い方するの、その油で樹脂を割れるので、ね、ソルベントクラックって言うんですけど、ソルベントクラッシャーとか一時言われてました。プロレスの必殺技みたいな。ソルベントクラッシャーマジでかっこいい。そう。いやいや、もうライターさんとか結構有名なライターのモデラーさんは本当にこう小説の作品だけ出して、その失敗はほんまに、だって、ね、練習したやつとか言わないですよ、ね、うん、言わない言わない。だけど、うん、ここは本当にね言ってくれるんで、もうなんかたでも助かる。コミジャパンのライターさんがそんな失敗をどんどんやってんねやっていうのが、はい、うん、一緒なんやっていうので、まあね、うん、隠してるつもりはないんやけど、ここには乗らないですよ。そう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 、乗らない。もうなんかそういう細かい表に出すまでもない失敗みたいなのはもう無数にやってて、であの回避もやっぱり上手くなってきますよね、うん、失敗回避と。リカバリー、うん、リカバリーが生まれる、うん、僕もリカバリー生まれるんで、そこからのが多いですね、この技術的に。スジボリうまいこと掘ってますねって言われてるけど、はい、ビンってビンって言ってるからね言ってるけど、ちゃんとやり直してるだけで失敗なく、確かに、うん、掘ってるわけじゃないんで。そりゃそうですよね。ガワさん特に筋彫りえらい馬に掘りましたもんね最初こんなこと言ったらあれやけどね、最初はもうガイド作ってんの。ガイド作ってますよ、うん、だって筋彫りなんかいらんねんって言うてましたよね。そうなんですね。何個ガイド作るの、一体作るの。ガイドっていうかテープ貼っていくだけ。あ、こうやって貼ってくる。プラバンで一緒に着るの。そこまでじゃない。あー、テープがもうこんなシート1枚なくなってしまいますよ。おお、切ってずっと貼っていくんで、うんうんうん、あとコンテストでだと思います。大事コンテストね、いいですね。だからその電磁界となんか真逆じゃないですか。電磁界は誰でも誰も順位つけるわけでもなく楽しむけど、コンテストとなったらまだまだちょっとガチじゃないですか。なります。でもあれですよね、そういうところで認められるとプロモデラーになれるかもしれない。まあ当然そのコンテストの母体、まあ母体が雑誌がやってますとか、あとは有志で展示会のついでに順位つけましょうとか、間違いますよね、うん、で実物を見て審査するのか、うん、写真だけなのかで審査員が審査するのか、見た人が投票するのか、うんうん、全然変わりますね、うんうん、それぞれに戦い方があるので。そう、私こんなんなのにコンテストいっぱい審査させてもらってるんですよ。そう、こんなんで自分は自分のこと棚に上げて見る目はやっぱりねあ、でも目はたくさん、ね、そう見させてもらってるので、見てるだけ希釈とか分かるんですけど、そう、でもやっぱり楽しそうに作ってる作品とか見ると入れたくなります。私はそうやね、うん、そうです、うん、うまい下手じゃなくて、ね、じゃない、それで僕も、うん、やっぱりさっき出てた模型屋でコンテストやった時に審査員、うん、はい、審査する立場にも立ったことありますけど、はい、あのね、見えるんですよ。そうなんですよ。出来上がったやつにこの人ウキウキしてるからすごい分かるんですよ、分かるんですよ、出てるんですよ、出てる、はしょったところもな、あ、そうなんですよ、全部分かんねえ、見えるんですよ、分かるんですけど、そのはしょったところををも超える、あ、そう、他のね、理由とか楽しそうなのが伝わるとか、うん、なんか、ね、うん、作品なんですよ、あるんで、でも私コンテストに出すって決めてちゃんと締め切りあるじゃないですか。あれまでに作り切るっていうのはすごいいいことだと思っていて、うんうんうん、で、まあ、その時の実力が測れるわけだよ、ね、自分だとこんなに時間かかったんだとか、新しいこと1個挑戦しないとやっぱ上目指せないとか、いろんなことができるのでぜひ出してほしい、うん、それが別に入賞しなくてもすごい価値があることだと思うから、まあ、すぐみからほんの1個だけなんかやってみるとかでもやっぱり変わってくるので、確かに僕らはホビージャパンさんにお世話になっているので、まあ、オラダック選手権というのが1年1回ありますね、うん、はい、まあ、これがアンプラだけですけど、うん、まあ、今度、女の子のセカンドのミーティングみたいですね、がありますし、去年は80s ロボットみたいなのもありましたし、雑誌主催のやつは
応募したらとりあえず乗るっていう、うん、コンペみたいなメリットがあって、うん、これやっぱりね、うん、入賞しようが姉妹が乗った嬉しいね、乗った嬉しいんです、切っても嬉しい、そう僕切ってサイズしかないんですけど、あれ嬉しいですよ、まあまあ僕はもう切ってサイズしかないので、やっぱりね、そういうのね、出しました昔、うん、嬉しいね、乗ったらね、嬉しい、乗ってる本を買ってレジに持って行って、うん、見てんのって、っていうこの喜びもあるんで、ちょっとね、使命は取ってるね、でも残るのがいいね、うん、自分の思い出がそこに、確かにそんなもチャレンジしてみてほしいなと思いますけど、思います、思います、そこからもしかしたらこういう風にね、作る方になるかもしれないですし、だいたいレベルの、あのモデラーさんが今ゴロゴロおるからね、はい、そうなんですよね、うんうん、別にライターとしてやりたいわけじゃなくって、うんうん、自分の作品として作りたいっていう方でゴロゴロね、そう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 、うん、そう、で、その中でもライターさんもやってみたいなって思う人がおったら、うん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 、どんどんちょっと聞いてもらったりしたらね、うん、あのこういうこんな感じになったよとかいうのでね、つてでこうね流れてってっていうパターンもあれば、いろんな乗り方が多分あるので、目指しながらもです、一番楽しいことを忘れずに作ってもらえたらいいかなと思います。はい、ということで、はい、今日はファーストエイジさんに来ていただいたんですけど、はい、何か伝えたいこととか心理とか何でも、ありがとうございます。兵庫県神戸の芦屋で、拠点にして、ファーストエイジ、はい、サークルをやっております。月に1回、はい、ミーティング登場しまして、メンバーはもとより、誰でも参加できるようになっております、うん、で、アドバイスが欲しい方はライターさんのアドバイスがあります。みんないらっしゃる、そうです、すごいですね、で、自慢の、作品を持ってきてもらって、あ、かっこいいだよ、すごいなっていうこともありますし、どうしたらいいですかって聞かれたらそれなりのアドバイス、はい、いろんな人のアプローチがあるので、取捨選択して自分の作品に取り入れていってもらうっていうことで、うん、来てもらっている方は、大変喜んでもらっております。それってどこから見たらいけるんですか？ファーストエイジのホームページがあるので。ホームページまであるんですか？あります、すごっ。ファーストエイジで、はい、検索してもらったら出てきます。はい、はいはい、貼っときますね、リンク。はい、今年の5月で20周年を、まあ、50年に迎えます。イベントないんです。ちょっとやりましょう、はい、ちょっと考えてますけど、はい、ちょっとまだ形になってないんで、呼んでレポートする。これからも続くんで、皆さんとか遊びに行きつつですね、はい、学びつつっていう感じで見てもらえたらいいかなと思います。ということで、ファーストイズの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、負けんちゅ TV です。